サンプレックス製の縦型パンタグラフ式変速機サンプレックスはかつて存在したフランスの自転車用変速機メーカー。スライドシャフトとつる巻き状になった板ネの竹の小ネを用いてワイヤー一本だけで変速できる初期変速機システムを完成させた。また1949年にファウストコッピがツールとフランスとジロでイタリアのダブル。 総合優勝を達成するなど数多くのレースで実績を示したが、後発のパンタグラフ式変速機が主流になり劣勢に陥った。ポリアセタール樹脂であるデルリンを使った後期の縦型パンタグラフ式変速機プレステージは有名では、あるが性能面では劣っていた。主要な製品には、10位543、レコード、ツールドフランス、プレステージ、クリテリウム、 SLJ などがある。製品には変速機だけでなく、チェーンリングやシートポスト、クイックシャフト、フリーホイールなどもある。1980年代に入って変速機の主流が縦型から横型に変わる頃、マビックへの OEM 提供が見られる程度で市場から姿を消し、1985年に倒産した。初期の10位543やレコード60などの 変速機は非常に優秀な製品であり、特にレコード60は現在最も高値で取引されるビンテージ品の筆頭でネットオークションで1個80万円以上で取引された記録がある。後期の SLJ シリーズは日本国内のネットオークションでも高値で取引されることが多く、クイックシャフトやバッジ付きシートポストは特に高額な取引が記録されている。 ありがとうございます。